何かご用でしょうか。いい仕上がりです。何かご用でしょうか。やりました。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。適正の個体数ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。マイネサマンサが先手を取りました。今日も勝利をつかむか。片野ハーフェアと武豊騎手。11番アズマソンダース外から行こうというところ。そして4番手にロフティーエイムであります。1番バッチザピーク外を通りましてリアリングハート。それからもう1頭7番当選業スプリングドリューブルーメンブラッド。そしてその後ろからキアフルスマイル。その外12番ヤマニンシュクル。そしてしんがりからレプレドールという展開です。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭行くアズマソンダース、カンバシンリード、マイネサ完成であります。パタノハーフェアは3番手といったあたり。先頭安藤とマイネサマンサ、ブルーメンブラッドが追い込んできている。ブルーメンブラッドが差を詰めてくる。捉えたかわした。ブルーメンブラッド内から1頭マイネサマンサ1着、ブルーメンブラッド2着、マイネサマンサ。次は頑張りましょう。1着8番。レースを終えた馬が戻ってきました。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。
一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。オールカマー12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。メテオバーストが先頭に立ちました。メジロマントル外から行こうというところ。12番ウィンゲネラーレ内を通りましてコスモバルク、そしてその外に11番カタロハーヘア、それから2番ヘアシェイディー、その外にブラスポジション、1番バランスオブゲーム、その後ろでやりましょうか。タイガーカフェ、この辺りちょっと離れているスイフトカレント、4番ビータローザ、ディアデラノビアがその後ろ。もう一度先頭から順番に参ります。さあ先頭はメジロマントルが頑張っている。依然先頭メジロマントル、ちょっと差がある。さあ先頭はメジロマントルが3馬身リード、2番手にウィンゲネラーレ、11番パタノカーヘアが来ている。パタノカーヘアが差を詰めてくる。先頭吉田とメジロマントル、これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。適正な馬体重ですね。適正な馬体重です。何かご用でしょうか。ね、
でしょうか。何かご用でしょうか。3番人気です。ただいまより投票受付を開始します。さあ、世代を超えた女王の座を目指して、エリザベス女王杯のスタートです。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。ヤマトマリオン先頭、アドマイアキッスがかわしていきました。そしてその後ろから11番スタイチパンドラ、1番アサヒライジング、2番手を伺おうというところ。カタラファーフェア G1 発制覇なるかどうか。ちょっと離れて3番川上プリンセスであります。そしてそのうちに2番ディアデロノビア、その外からはキストゥーヘブン、それからサンデイジャスパー、ヤマニンシュクル、それからソリッドプラチナム。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭スイープ当初。もう一度前から整理してみましょうか。11番フサイチパンドラがレースを引っ張るようになりました。これを追って1番アサヒライジングであります。かなりばらけました。アドマイアキッスがその後ろ、ヤマトマリオン下がって4番手カタルハーヘア、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そしていたいた、川上プリンセスとホンダ、内を通って2番ディアデロノビア、その外キストゥーヘブン、その後ろでやりましょうか。サンデイジャスパー、10番ヤマニンシュクル、それから9番ソリッドプラチナム、そしてしんがりからスイープ当初という展開です。これが先頭フサイチパンドラであります。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。先頭フサイチパンドラ、もう完全に足が止まった。抜けた抜けた。7番パタノファーフェア、パタノファーフェアが抜け出した。川上プリンセスが間から突っ込んでくる。パタノファーフェア先頭、スイープ当初が差を詰めてくる。スイープ当初が襲いかかる。スイープ当初1着、エリザベス女王杯、勝ったのは6番スイープ当初だ。惜しかったですね。1着、6番、2着、7番、3着、3番、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。